本から来ました、長井圭です。日本の事前、日本では子供だけで集まって事前に会議をしました。そこでは、日本の暴力について話し合いをしました。例えば、ワークショップをしたのですが、例えば SNS ツールでその子のいない場所で悪口を言うことは暴力に含まれるのか、や子供の子供が赤信号を渡ろうとした際に親が強く手を引っ張ってしまうことは暴力かということについて、 0% から 100% でそれを自分が暴力だと思うか思わないかという意思表示をするワークショップでした。そこではそれを子供暴力だと思う人もいれば全く暴力だと思わない人もいて、この価値観の違いがある限り私は争いはなくならないのではないかなと思いました。私はこの会議で様々な国や宗教間での共有できる価値観を見つけられたらいいなと思っています。